今日はね、これからこけたらに行きますね。再び西方寺にお邪魔いたしました。前はすでに閉門されておりましたけど、これからお参りをいたします。いらっしゃる方、おしゃらぎ二郎さんの文でございます。秘境というそういう文お互いの祖先の日本人がその時々に築き上げて残したものを今の若い人たちがどんな風に見ているのか尋ねたいことです。滅びたものをただ美的な興味で眺めているのか、それともこう乱雑になった世の中の自分たちの生活や日々つながりのあるものとして懐かしみ受け取ろうとする心が残っているのか確かめてみたいとこうおっしゃっておられるわけでございます。はい、ありがたい仰せでございます。ただいまより後ろの建物で写経を行ってまいります。写経によって心を静め、自分自身と向き合い、心身を穏やかに整え、前へと踏み出す力を湧き立たせます。ただいま写経をさせていただきます。西方寺の写経十観音経というものでございます。写経を終わりまして、これからお庭を拝見いたします。だからお庭を拝見いたします。このお寺、聖徳太子さんの別荘があって、そこに行司さんがお寺を開山されました。それ以来、1300年に及ぶ歴史はございます。その間、法然上人がここを浄土宗に改修されまして、そしてその後、無双祖籍、無双国師と言っておりますが、その臨済宗中高のお坊さん、その方が、臨済宗に改修されて今に至っております。前にどこかで語っておりますが、私、臨済宗で、修行をしていた
若い頃のデザイン、それがですね、私も人生において回り道をしたかなと思っていたんですけど、その回り道が今つながっているということを感じているわけでございます。スティーブ・ジョブズさん、もう超有名で説明するのではありません。この方が晩年にですね、京都を訪れられて、そしてこの西部コケ寺にもですね、何度もご参拝にしたということが記録されております。でそのことを考えてみまして、やはり父ただいま71歳で、これからどのように生きるか、君たちはどう生きるかというような小説も流行りましたし、そして映画も流行ったわけでございますけど、今まさに、それぞれの日本人のみならず国がどう進んでいくのかということも大変ダウト風な時代になっているわけでございます。さて、ここから私の何か人生をですね、先ほど写経をさせていただいて変わっていくような気配でございます。美徳とかそういったものを乗り越えた活動をしなさいという、そういう神様からの典型といいますか、そういうものをただいま受けたような気がいたしております。さて、運用を散策しながら、それからどういったさらなる典型がですね、花開いてまいりますか。どうぞ皆様お祈りくださいね。ありがとうございます。